てか上側晴れた方が良かったな。立教晴れた方が良かったね。まだこれネクストに行ったかな。6時だから全然やってないけど、マシンホテルと思うとやるのか。あ、こっちがねセブンのカードだった。これか。これでお買いに行けばいいのか。どんな感じかな。夜景綺麗だな。結構これ早く来てれば8時まで。あ、フットドリンクをしたんですけど、昼食も楽しみですね。お、結構いい部屋じゃね。普通に。お、でも綺麗だわ。お、めっちゃ綺麗に見えんじゃんこれ。ほら、めっちゃええやん。朝もやってんの。朝食あるからちょっと微妙かもしれないけど、嬉しいっちゃ嬉しいですね。おお、いいね。あとね、ここのホテル結構全体的にタバコ臭いかもな。喫煙的禁煙があるのかな。お風呂はちょっと微妙かな。この前泊まった方が良かったかもしれないな。感じですよね。でもね、ハンガーがね6つもあって、すごいそれは嬉しい。あと加湿器とルームウェアと、ここに冷蔵庫があるところですね。ここにいろいろあるとか。はい、じゃあこの部屋でゆっくりしたいと思います。おはようございます。こちら朝一の様子。ちょっと今日曇っちゃってるから微妙ですね。ロープウェイってこれあれなんだ、なんていうか朝はやってないんじゃない。あと観覧車もなんかちょっと朝5時ぐらい、1時とかだっけ、一回起きたんだけど、観覧車もやっぱ止まるんだね。あとということで、この後朝ごはん行きたいと思います。
ここのホテルはちょっと古いですけど、朝食も美味しいし、まあ、夜景も一応綺麗だし、結構良かったですね。今回はなんか直前割かなんかで6000円台で泊まれてるんで、まあ、そういう風に考えると朝食的にはね2000円ぐらい、まあ、実際1800円ぐらいで食べれるわけですけど、なんか2000円ぐらいは価値がありそうな感じですごい良かったですね。ローストビーフ一品一品がやっぱり美味しかったですね。ローストビーフからビーフカレーまで、あとは横浜っぽいシューマイとかもいろいろあって、すごくお腹いっぱいになりすぎて、ね、本当にもう一周ぐらいしたいぐらいだったんだけど食べきれないみたいなね、まあ、そんなレベルまで美味しいホテルかなと思いました。ということでこちらはねちょっとリピ最初ないかなと思ったんですけど、リピありなホテルだと思いました。特に夜だけステイとか近場にねすぐそこにロープウェイがあったりとかして、まあ、そういう意味ではもういいですね。ということで観光するとしたら結構やっぱりここ桜木町近かったりとかするのでいいかなと思いました。ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。一応朝一の姿